頼みにしています。彼
麗に勝ち、リョモー殿の魅力を世に示しましょう。してますよ。アンティの仲間だから、どんな不況も跳ね返せるはずだ。両毛の策を破ったぞ。わしの方が優れた知恵者というわけだな。丹野殿が分かりやすい方でよかったですね。次は本領の方ですが、何それは簡単だ。奴らの包囲を打ち破ればよい。残念です。私たちに負けですね。関連のやつが下手打ったみたいだね。まあ、お手頼んだ。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。休憩する負けだから。素晴らしい奴だ。力を入れることができてわしは嬉しいぞ。なんじゃ、手出しする気か。じゃがその程度じゃわしらの包囲は破れて。どうだね、割れてるよ。私が出なきゃダメみたいだね。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。あの包囲を打ち破ったのだ。わしの勝ちということでよいな。これ以上は付き合い切るわ。さて、誰が最も魅力があるものか。これで明らかになったのではないか、カッカ。そうですね。必殺。では、優勝者は。俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレスだ。この模擬戦は一人では参加できない。推薦人を連れてきてくれるか。問題ない、アテナが推薦人だ。馬鹿らしいとは思った。アレスにどうしてもと言われたのでな。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。強さ、それなのに俺はやはり父にはかなわないのか。思い切って仲間割れをしている。リンゴを投げる他にもあった。手を使ってくれる。ここは一丸となって王陣に当たらねばな。オリンパスの神の魅力、闘志を見せつけてやる。承知しました。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたのかどうか。魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何を。